生徒さん1人1日1杯アメリカーノが無料で飲みます。月に1回、まあ、4週間に1回無料のマッサージ券というのをお渡ししているので、学校の中で受けていただくことが可能です。こんにちは、スクールウィズのアリペです。今日はフィリピンのバギオにある語学学校デシの日本人スタッフジョセフさんにお越しいただきました。ジョセフさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、フィリピン北部にありますバギオのデシというところで日本人マネージャーをしております、ジョセフと申します。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、私、バギオの方にはおよそ10年くらい付き合いがありましてですね、2014年に初めて留学をしてから今年で10年くらいかなというふうに思います。で、途中ですね、日本に帰国したりとかもありましたけども、ずっと、フィリピン留学の方に関わっているものでございます。はい、ということでですね、もう早速、このデシの紹介を始めさせていただきたいと思います。お願いします。ジョセフさんはバギオのプロでもあるので、今回の動画でデシのことすべてわかると思うので、ぜひ皆さんチェックください。はい、キャンパスター動画もあるので概要欄からお届けいただけたらと思います。はい、それでいきましょう。はい、ということで始めていきます。でですね、まずはですね、デシがですね選ばれる3つの理由というところをお話を進めていきたいなというふうに思います。こんな形で 1,2,3 とあるんですけども、詳しく1つずつ見ていきたいなと思います。まあ、1つ目はですね、20年の歴史を持つ新世高ですよというところと、2つ目はスピーチの特化、そして3つ目がですね、まあ、特徴のある3つのキャンパスをバギオに持っています。まあ、4つ目がですね、実はセブンにあるんですけども、今日はバギオの3つのキャンパスについてお話を進めていきます。でですね、まあ、20年の歴史を持ってますよというところなんですけども、まあまあ出来上がったのがですね2003年になっております。で、最初にですね、この一番左のところにあるグリーンバレーキャンパスっていうのがあるんですけども、ここに私は留学をしていました。ベトナムにもキャンパスを持っていたりとか、で、さらにまたバギオに第2キャンパスとして、まあ、当時はレディースキャンパスという名前でしたけども、今のカフェキャンパスっていうのをオープンしたりして、その時も3つキャンパス、フィリピンに2つ、ベトナムに1つというキャンパスを持ってきました。で、この後ですね、まあ、時間というと、ここでコロナで渡航ができなくなってしまっていましたよというのがあったので、このメインキャンパスというところと、ベトナムのキャンパスを閉じて、カフェキャンパスだけを残して運営をしていました。で、コロナが明けた後に、スパルタですね、2022年の8月、そして2022年の12月にシティキャンパスをオープンして、現在の3つのキャンパス体制になりました。一人一人にベストな留学体験を、ジャオス認定の留学カウンセラーがサポート、詳しくは概要欄をチェック。その20年の歴史の中でですね、様々なものを、開発し、そして、まあ、開発したものがなくなったりとか、いろんなものがありますけども、特に大きなもので言うとですね、このエデュケアという管理システムを独自に開発して、今も運用を続けています。まあ、何をするかというとですね、まあ、生徒さんの、まあ、まず管理をこちらの方で行っています。一括管理の画面の上のデータの元はここにあるんですけども、まあ、それぞれ一人一人の生徒さんの出席状況がまずそこでわかります。ご自身を振り返ってですね、あれ、ちょっと休みすぎたなとかって思ったら、またちょっと気持ちを入れ替えてですね、まあ、出席回数を増やすというかね、授業に出るように配信したりとかね、簡単かなというふうに思いますし、まあ、こういう情報をですね、ご自身だけではなくて、まあ、例えば、まあ、高校生のお子さんとかが学校に行くときにはですね、親御さんも今どういうふうな生活してるかなって気になると思うんですけども、そういった親御さんもですね、こういう出席状況とか、この後出てくるですね、成績の管理とかっていうところも全部出てきます。はい。このような形で、出席の管理以外にも、成績の管理っていうのをしています。テストの結果をですね、このような形でグラフで表示したりとか、まあ、グラフだけではなくて、スコアでしっかりですね、表示したりとかすることができるので、生徒さんはこれを確認することもできますし、まあ、これをご覧いただく、まあ、親御さんとかも、もちろん見ることができます。これ、実際どのぐらい使ってるんですか、皆さん、生徒さんは。ですね、まあ、成績のものについては、まあ、そこまで、紙で渡したりとかもしてるので、まあ、振り返り程度かなというふうに思いますけども、この後ちょっと出てくる SP の動画とかっていう、はい、動画をですね、皆さんに共有しているんですけども、その動画を確認する際には、この、エデュケアの方に入っていただく、ログインしていただかなきゃいけないので、それを見ていただくのがほとんどかなというふうに思います。何歳まで入学可能でしょうか？親御さんっておっしゃってたんですけど。はい、ですね、カフェキャンパスであれば15歳、高校1年生から可能です。高校1年生、高校2年生、高校3年生とかはカフェキャンパスでは受け入れはしておりまして、スパルタ18歳以上。シティキャンパスは、基本年齢とかっていうよりも社会人であればという形です。
成績の管理ですね以外のところで言うと、まあそこの画面上で見るだけではなく、その後にですね、なんかドキュメント形式のものを、まあそのままアップロードしていたりとかするので、まあお手元に来るあの印刷物とかをそのまま画面上で確認することもできますね、このプレビュー。ここに来るともう少しコメントとかも入ってくるので、もう詳細なフィードバックとかが見られます。このテストというのはどのぐらいの頻度で行されるものでしょうか？テストそのものはですね、すべての生徒さん4週間に1回プログレステスト、まあ、いわゆるレベルチェックテストみたいなのをやっています。なのでまずエントリーテストですね、入学テストで4週間ごと、まあ、4週目8週目とかにあるプログレステスト、そしてエグゼットテストって言って、まあ、卒業ですね、卒業のテストっていうのもあるので、その度にこのレポートは基本的には出ています。ただここに今画面上に出てるのはですね、ウィークリーってなってるんですけども、これ何かというとスパルタキャンパスの場合はですね、ウィークリーであのレポートが出てきたりとかするので、数が多くなっています。まあ、習字で自分の英語レベルが追いかけられるということですよね。はい、次ですね、先ほど申し上げた通り SP のビデオですね、ビデオもこのエデュケア上にアップロードされているので、ここで確認することができます。でここもですね、すべて 24ESL でスパルタキャンパスの、例になっているんですけども、毎週毎週 SP のテストっていうのをスピーキングテストを取るんですけども、ESL のコースだと。なので、これ毎週分出てますよねと。で通常の、他のキャンパスであったり、他のコースの方であると、4週間に1回、このビデオを使ったスピーキングテストの録画と、このアップロードっていうのがあるので、その度にですね、動画を確認することができるようになります。この SP ってどういうテストだったり、プログラムを提出するんですか？はい、こちらですね、ちょっと次にもう、特徴の2つ目、選ばれる理由の2つ目に入るんですけども、まあ、スピーキング特化っていうのが、まあ、別種の特徴にあります。でその中に代表的なのが SP テストと呼ばれるものです。スピーキングプリスクリプションの略を取って、SP テストですね。まあ、こちら韓国で特許を取得してるんですけども、まあ、簡単に言うとですね、毎月4週間に1回のプログレステストだったりとか、入学テスト、卒業テストのスピーキングの、まあ、部分ですね、を、動画で撮影をします。で動画で撮影をしたものを、全てですね、文字起こしをするんですね。まあ、生徒さんの回答を文字に起こして、そこからですね、まあ、弱点であったりとか、まあ、できる部分であったりとか、あと単語の使い方がちょっと違うよとか、文法的な間違いがあるよとか、まあ、そういったことをね、かなり細かくチェックをして、でその弱点を見つけていく、まあ、SP プリスクリプション、まあ、処方箋ですね、その処方箋の部分で言うと、このあなたこういうことをした方が良さそうですよっていう提案をするっていう意味なんですけども、まあ、そういうのをですね、私たちの方でやっています。で、まあこういった動画の、まあ、撮影の様子とか、実際の動画はこのような形になっていますし、まあ右側に出てるのが、トランスクリプションということで、これは文字起こししたものを台本のような形でですね、すべて文字に起こして、だってこの黄色いハイライトのところは何ですか？じゃあ発音が間違ってましたねとか。斜線が引いてあったら、これは間違っていて、その次に書いてあることは正しいものですよっていうことをですね、すべて事細かく修正してくれるものになっております。それに下の方に書きましたけども、まあ、ご自身のですね、スピーキングの力っていうところを見える化して、まあ、弱点を見つけて、その後どういうふうな勉強を進めていこうかなとか、あ、こんなことやった方が良さそうだなっていうことを、ご自身で確認していただくことが可能です。まあ、誰かにスピーキングテストをして、こういうふうに評価されましただけだと、どうしても、こう、客観的、というか、まあ、自分の感覚では喋れてなかったけど、なんか誰かに喋れたよって言われているのと違って、自分の中でしっかり消化して、あ、ここができてなかったよね、あ、こういうとこができるよねっていうところを、確認していただくことが、まあ、容易なので、SP テストっていうのを常に運用しております。いや、めちゃくちゃ SP テストいいですよね。自分のスピーキング可視化できてっていうところで。ちなみに、でもこれ、めちゃくちゃ可視化されるがゆえに、話せなかったとか、落ち込むってケースあると思うんですけど、そういう生徒さんって自分で一人で悶々とするんです。なんかどういうサポートだったりするんですか？はい。こちらですね、テストだけのパターンと、テストに加えて見つかった弱点を克服していくためのマンツーマンの授業を追加するっていうこともできるんですね。うん、基本的には、まあ、4週間に1回のスピーキングテストがビデオで録画されます。で、見える化されますっていうものなんですけども、その SP テストだけじゃなくて、SP プログラムという、まあ、オプション、アドオンをつけることによって、そのテストが、まあ、4週間に1回じゃなくて、週に1回。で週に1回になるのと、かつ、その見つかった弱点を克服するための授業、特に文法的な間違いとかを正していくような授業っていうのをやっていくので、まあ、テストにまず、まあ、そのものに緊張もしなくなったりとかするので、まあ、普段の力で、
ピーキング力が発揮できますよっていうところと、その悶々としたものを対策が取れるっていうところがあるので、ただ単純にテストだけ受けるで、それが不安だなっていう方はですね、このオプションの SP プログラムっていうのを取っていただければなという思います。本番で可視化して練習で身につけてっていう、そのをどんどん繰り返してスピーキング力を上げていくっていうシステムですね、はい、そうです。ありがとうございます、はい、すごく理解できました。次のプロセスっていうのがですね、試験を受けて、でここからスタッフが文字起こしを人力でやってます。これ今だと AI とかでできるじゃんっていうふうに思うんですけども、これ難しいところがですね、間違えたものを間違えたものをそのまま書き起こしてるので、それって結構人力じゃないと難しい部分があるんですよ。でちょっとのフィラーとかって言われる、そのうーんとかあーとか、止まってる部分のポーズみたいなのもこう点々点とかって入れたりとかもするので、なんかそういうのはですね、本当に今人力で皆さん文字起こしをしています。でその後クオリティコントロールっていう部分に回ってですね、何が間違って何が正しいのかっていうのを、正しい部分を差し込んだりとかっていうする、英語に精通している、先生とかが実際にやっています、クオリティコントロール。で、すべてそのドキュメントのができたよっていう段階で、それをビデオの中に差し込んで、色をつけて、字幕をつけてっていうので完成したものが、エジケアの方にアップロードされて、皆さんのお手元に届くという流れになります。で、今のですね、SP のところで言うと、そのちょっと説明してしまいましたけども、SP プログラムですね、スピーキング弱点克服の集中プログラムっていうのがありますけども、これをオプションで取っていただくことも可能ですし、それ以外でもですね、スピーキング特化って言われるところで言うと、英語ネイティブの国ですね、アメリカとかイギリスとか、そういった先生がですね、発音を集中的に特訓してくれるリハブ、1週間の中で20個もですね、1日4個もで5日間で集中的にネイティブの発音を学びますっていう、これもプログラム、オプションのプログラムがあったり、あとパロットですね、これは一つキャンパス限定になっちゃうんですけども、これは1対1です。写真がちょっとグループになってしまってるんですけども、1対1で発音を矯正する授業を行ってます。よく言う発音矯正、プロナンセーションの授業が取りたいですっていう方多いんですけども、ベシの方ではパロットって呼んでいて、なぜかっていうと、このオウム返しの要領で発音を身につけていくんです。どうしても発音って最初からこう IPA とか、発音記号を覚えるとかっていうことから始まってしまうんですけども、それだと最初つまんない。非常につまらない。やってて意味あるのかなって思っちゃうんですけど、そうじゃなくて、まず教科書行ったらコーチ行って、目の前にいる先生が言ったそのものの音を自分で発音できるようになるっていう、そのオウムの要領ですね。オウムって別に意味分かってなくても同じ音を出せる。あれが、英語でもできれば、まずは、自分の中でできたっていう感覚が出てくるので、それがなぜできたんだっていうのを理論で落とし込んでいくために教科書を開いて発音記号を学んだりとかするっていうところですね。ちょっと逆転をしてる感じです。教科書先じゃなくて、まず口の形とか筋肉とか音の出し方とかを学びつつ、そこを一旦できるようになってから理論的なことを学んでいくっていうことをやるのがパロットです。こういうのをですね、私たち持っているので、ビーキング特化の学校ですよっていうふうに、言っております。で、3つ目です。特徴がもうはっきりと分かれているキャンパスを3つ持っています。カフェキャンパス、スパルタキャンパス、シティキャンパスということになっています。で、それぞれ本当にターゲットって言われるですね、こんな人に向いてますよっていうのも違うし、コースとかも全然バラバラですし、集まってきてる方々も全然違ったりとかするので、皆さん自分の留学のですね、目的とかに合ったキャンパスを選んでいただければなというふうに思います。で、その3つのキャンパスで、特に共通している部分も少しあるので、そこだけ最初にご紹介します。最低月に1回、学校主催でアクティビティを行っています。どんなことをしますかっていうと、これ見ますね、バンカーボート持ってますけども、アイランドホッピングっていうところに行ったりとか、ここですね、ビーチなんですけども、これは、車でおよそ1時間半ぐらいのところにサーフィンのできるですね、ビーチがあります。そこに行ったりとか、あと山ですね、バギオって山に囲まれたりとかするので、ハイキングに行って、じゃあ、日の出を見ようとか、っていうこともやったりとかを3キャンパス同時に参加者を募集するので、そこで多くの人数ですね、だいたい10人から20人ぐらいでまとまって、アクティビティに行くことができます。もちろん3キャンパス合同なので、他のキャンパスの生徒さんと知り合う機会になったりするので、そこで英語を話す機会を皆さんに持ってもらっております。確かにキャンパス全体で集まって何かアクティビティってあんまり聞いたことないので、はい、じゃあ結構な大人数集まって、はい、大人数集まるのでバンで 3,4 台とかすごいしますね。めちゃくちゃな人数ですね、はい、大人の方とかだと自分で行きますって方も多いんですけども、やはり若い方ですとみんなで一緒にまとまって行ったりとかするのが楽しかったりするので、はい、やっております。で、食事ですね、食事も全キャンパス共通です。1日3回朝昼晩、そして土日祝日かかわらずですね、1日3回提供しております。フィリピン留学の特徴って、今ちょっと薄れてきちゃったりとかもありますけども、ご飯の心配をしなくていいっていうのが実はあります。
ご飯って意外とですね、大変なんですよ。フィリピンでご飯、毎食毎食とか、外で食べなきゃいけない時間があるとかっていうのと、結構お金かかったりとかもするんですけども、まあ学校の中で3食出るっていうことなんで、一旦その心配はないかなというふうに思いますし、できる限り皆さんのお口に合うようにですね、毎回毎回努力をして調整をしておりますので、ぜひぜひ、学校の中でご飯食べていただければなというふうに思います。食事の内容は韓国料理とかが多いんですか？それとも何系料理が多いですか？そうですね。韓国系がおよそ3、4割って感じです。食事全体で。食事全体で。で、まあ、それ以外が大体こうフィリピン料理とか、日本のちょっと唐揚げとか、とんかつとか、まあ、ちょっといろんなフュージョンが多いかなというふうに思います。いろんな国籍に合わせた料理が出るってことですか？はい、そうですね。はい、じゃあここからカフェキャンパスの紹介の方、よろしくお願いします。はい、それではカフェキャンパス紹介させていただきます。ということでですね、これ書いてあるんですけども、ヒーリングキャンパス、Only Here at the Campus ですね、スペシャルプログラム、プロナンセーションというところで、ヒーリングキャンパスですよっていうところが一つ目特徴がございます。そして、発音特化のプログラムを持っている。三つ目がですね、小規模なアットホームな雰囲気の中で、学習を進めていただけますよというキャンパス。で、これペンション型って何のことっていう形なんですけども、このカフェキャンパスがあるのはですね、エヴァギオンの中でも別荘の多いエリアにあります。なので、非常に大きなお家がたくさんあるんですね。その大きなお家の一つを私たちの方で使っています。ペンション型って言ってるんですね。で、特にこの緑が周りに多いところもあるので、自然も豊かでゆったりしながら自分のペースで学習を進めていただくことができます。で、カフェが左に、ね、あります。カフェキャンパスって何通りカフェが、ほんとバリスタもいて、そこのカフェ、コーヒー飲んでいただくことができますね。で、ビューデックっていうのは、それも学校の建物の裏側にですね、こういうような形で、人工芝がありつつ、その向こうにですね、テントみたいなのがあって、こういったところでくつろぎながらお過ごしいただきます。で、このビューデックですね、ここで授業を受けたりとかする方も多いですね。で、この一番右側ですね、お庭もあったりとかするので、そこでくつろぎつつ過ごしていただけるかなと。で、発音特化のプログラムというところなんですけども、リハブというネイティブの先生からネイティブ発音をですね、集中的に学べる特化レッスンとか、パロット、まあ、オウム返しの要領で発音を学んでいこうとですね、発音矯正のレッスンを学べるのが、このキャンパスになります。まあ、リハブはですね、別のキャンパスでもできるんですけども、このパロットについては、このキャンパスだけになる。カフェキャンパスだけ。で、この発音というのはですね、特に、まあ、初心者というか、英語を学び直し始めというか、の方がやっておくと良いかなというものになっているので、特にこのカフェキャンパスは初心者の方に向いているキャンパスになっています。英語初心者もそうですし、まあ、海外の初めてとか、あまり多くの人と関わるのが苦手だなって思う方は、特に、ね、少人数のアットホームな雰囲気の学校はすごく合ってるかなという思います。で、その少人数の中でですね、学校主催のバーベキューパーティーを月に1回やってます。これ、まあ、先生も参加してくれるので、まあ、もちろん生徒さん全員が参加しているので、そこで、まあ、いつも話したことのない方と話したりとか、そこで英語の勉強もできるし、交流を広げることも可能です。またですね、ランゲージエクスチェンジというですね、これはまあ、校内アクティビティの一つですけども、まあ、いろんな国から来ていますけども、サウジアラビア、ベトナム、中国、台湾、日本、韓国、まあ、あと、いるタイミングだとイエメンとかタイとか、そうですね、生徒さんが、まあ、先生になるんですね。その国の言語を、まあ、英語で教えるっていう形になりますけども、そういったランゲージエクスチェンジというアクティビティを行っております。これ全部無料ですか？はい、すべて無料です。バーベキューパーティーもそうだし、ランゲージエクスチェンジも校内のアクティビティで無料になっています。で、ここでですね、パロットとかリハブで身につけた英語で、他の国籍の人とかでコミュニケーション取るっていうことですよね。はい、そういうことです。ちょっとですね、コースの方をご紹介していきますね。こちらは2024年から少し新しくなったものをすでにアップデートしております。で、代表的なもので言うと、一番左のスピード ESL ですね。マンツーマンとグループクラスをバランスよく配置して、1日最大8コマ取れるもの。そしてですね、2024年、今年から新しく開講しているのが、インテンシブ ESL というコースです。何かというとですね、マンツーマンのレッスンは5コマ。で、グループ2コマ。そして、ナイトクラスも2コマなんですが、必須の授業が非常に多くなっています。このインテンシブ ESL の方はですね、必須になっています。また、SP プログラムというですね、本来オプションであるマンツーマンのレッスンと、毎週のビデオ収録、SP ビデオ、SP テストの方が、すでにコースの中に含まれているので、
特にですね、集中的に英語力を伸ばしたいなという方には、このインテンシブインストールがおすすめになってます。まあ、それだけではなくてですね、あまりこう、ガツガツしたくないかもな、自分のペースでやりたいかもなっていう方は、ライト ESL というのを用意しているので、マンツーマンレッスン2コマ、グループレッスン2コマ、そして、まあ、20コマのナイトクラスが2コマついてて、最大6コマ、そのナイトクラスを受けなければ、1日4コマの授業というのもございます。で、その一番右ですね、ワーキングホリデーコースっていうのも、今年から初めて、出しました。これ何かというとですね、一番人気のスピード ESL のコースに、このスペシャルクラスっていうですね、ワーキングホリデーで、まあ、人気というか、就きたい職業みたいなところによく上がってくる、まあ、カフェでのスタッフ、コーヒーかバリスタとかパン屋さんとか、あとイタリアンでいうとこう、ピザとかパスタっていうのを、英語の先生の実際に料理を作ってる方に習って作れるようになっておこう。というような対策をするコースがワーキングホリデーコースです。なので、ワーキングホリデーコース以外の方も、ね、このスペシャルクラスだけ取りたいですよっていうことも可能ではあります。ただ、それぞれ の, そのコーヒー、パンとピザ、パスタの、実習が2週間ずつなんですね。なので、8週間来ていただくと全部受けられるかなと思いますので、でこの期間がコーヒーです、この期間がピザですとかっていうことが、今はっきりと決まっていない部分があるので、まあ、現地に来てから決めていただくとかいうことも可能です。このスピード ESL を受けている方でスペシャルクラスを受けたい場合は別費用になるんですか？そうですね、現地でのオプションになっています。じゃあ、まあ現地で決められるって感じですね、スケジュールを見て。それをそうですね、はい。一番人気のコースはやっぱりどれになるんですか？一番人気は圧倒的にスピード ESL になってます。特にこだわりなければスピード ESL を受けて。そうですね、はい。特にこのキャンパスはセミスパルタというルールを敷いているキャンパスになっているので、もちろん門限はあるけども強制的なものは基本的にはありませんというキャンパスです。なのでその中で強制力がなければ、そんなに長い時間やってもなかなかこう続かない方も多かったりもするので、あまり授業時間数の多いコースとかっていうのを用意しています。ナイトクラスはどんな内容なのか？ナイトクラスはですね、こちらにございます。はい、カリキュラムですね。はい。マンツーマンレッスンの中ではですね、まず、このような科目が基本的にはあります。で、グループレッスンもあります。まあ、その中でナイトクラスで言うと、まあ、ボキャブラリーに特化したものとか、スピーキング、リスニング、そしてディスカッションとかですね、まあ、パターン、英語とか、あと、プロナンセーションとかもあります。まあ、これは時期とかによって、いろいろとカリキュラムを変えてしまっているので、これが特定の、やりたいことが実際行くときにやってますかっていうのは、なかなかこうお答えしづらい部分ではありますけども、基本的にこの構成でカリキュラムは配っております。でですね、一旦コースの方から外れて、じゃあ実際どんな施設で自分たちは勉強するのかっていうところになりますね。で、マンツーマンの教室は完全な個室の箱っていうよりも、まあ、ガラスで区切られているような空間になっています。で、こう目の前で座ってやるとかっていうよりも L 字で座ってやっていただく、まあ、こういう教室のタイプですね。でグループクラスもしっかりと大きな部屋を用意して6対1っていうところがグループクラスの人数になっています。教室はですね、屋内に限らず、カフェキャンパスの場合は屋外でも授業ができることが特徴です。もう毎回ですね、私もカフェキャンパスに行くと、外で授業を受けている人の多いこと、もう集中できないかもなとか思いつつ、皆さんやっぱりそういった中でも勉強する気になっていただけるのであればですね、ありかなというふうに思っておりますので、応援しております。なんで外で受けるんですか？なんでですかね、外で伸び伸びとやりたいんじゃないですか？そうですよね、コミュニケーション取るときって基本的に外だと思うので、リラックスした状態で英語も学ぶことがいいのかもしれないですね。そうです。他の人は、まあ、結構距離は近いんですけど、他の人が喋ってることが気になるかって、そんなでもなく、テラス席があるカフェとかで喋ってる感覚です。なんで外で受けてるのって今度インタビューして聞いてみたいと思います。お願いします。はい。でですね、4の部分で言うと、1人部屋、2人部屋っていうことがあります。この2人部屋を1人だけで利用するっていう1人部屋のございます。2人部屋と1人部屋同じような構成になっていることがあります。で、トリプルルームです。3人部屋になってくると少し狭さを感じてしまうかなっていうようなサイズ感にはなりますが、まあ、費用は結構抑えられるかなというふうに思います。そして4人部屋はですね、女性のみのご用意がございます。ちょっと見ていただくと分かるかもしれませんけども、屋根裏にある4階建てなんですけども、4階の屋根裏で意外と狭くないです。3人部屋より4人部屋の方が広いです。お部屋全部見るとピンクなんですよね。僕一応男性代表として申したいです。ピンクで僕ちょっと生活するのを心苦しいというか、変えてくれないですか、ピンク。はい、ですね、これちょっとね、ちょっと写真、プロモーション用にピンクになってしまっていて、男性の方はですね、グレーのブランケット、枕カバーというかございます。はい、なので男性はピンクではなくて、そのグレー、もしくは白ですね、使っていただくようなイメージです。
安心しました、はい、あとまあ建物でいうと2階が男性3階と4階が女性というの構成になっているので安心して過ごせるかなというふうに思います、はい、その他施設ですねダイニングやあとラウンジですねここは基本的に自由に開放している部分ではあるのでここで実習していただいたりとかも可能ですし、まあ、時間によってはグループクラスとか先生のトレーニングとかをやっていることもありますけども基本的には自由に過ごしていただけます。めちゃくちゃおしゃれですよね。本当に大きなお家木目と白がですね、まあ、多く配置されているので可愛いかなって思っていただけます。でですねここからはですねカフェキャンパスだけの特典です。まずここにムービーナイトっていうのがあって金曜日にダイニングの方でみんなで映画を見ようということでやっていたりとかしますし、あと生徒さん1人1日1杯アメリカーノが無料で飲めます。アメリカーノでかいですね。朝ですね起きて、まあ、ご飯食べた後でも食べる前でもいいんですけどもアメリカーノ飲んでいただけますし、午後ね眠気が来てるなっていう時にお昼グッて飲んでいただくことも可能です。もちろんアメリカーノは無料なので、まあ、それをグレードアップして例えば少しお金を足してもらってカフェラテにしたりとかキャラメルのキャットにしてもらったりとかっていうことも可能です。それ以外にですねここですねマッサージのお部屋を新しく作りました。生徒さんは月に1回、まあ、4週間に1回無料のマッサージ券をお渡ししているのでそれを学校の中で受けていただくことが可能です。で最後ですねズンバのクラスっていうのも、まあ、不定期ではありますけども授業後5時以降ですかねズンバのクラスを終わります。ここからですねカフェキャンパスのちょっとデータ的なところをご覧いただこうかなという思います。これはカフェキャンパスだけで見ています。一番左が国籍比率です。このデータは2023年1年間のデータを平均したものになっています。時期によってはこれか、まあ、前後することはもちろんございます。で一番多いのはですねやはり日本人の方がだいたい3割5分いらっしゃったっていうところがありますね、はい、で次に多かったのは韓国の方で、その後ですね、多かったのはやはりサウジアラビア中東からですね来てる方が結構多かったなという印象ですし、常にキャンパスの中に誰かいらっしゃるんですね。それ以外ではですねベトナム、中国、台湾、そしてバングラデシュ、時期によっては、まあ、イエメンというところから生徒さんは来ています。でコースの部分はですねスピード ESL が圧倒的に、多いかなというところですかね。8割程度の方がコース。そして年齢ですね、かなりのキャンパスによって違うんですけども、カフェキャンパスは特に20代のまあ後半以上の方が多いかなという印象、まあ、20代後半から30代が大半を占めているという形になっています。なので大学生が多いっていうよりも一旦社会人をされてからか一旦仕事を辞めてワーホリ前に来たいですとかっていう方が多いかなという印象というところがカフェキャンパスでございます。はい、ということでジョセフさん本日はカフェキャンパスの説明いただきありがとうございました。最後にジョセフさんからカフェキャンパスこんな人に来てほしいとかメッセージがあればお願いします。カフェキャンパスはですね緑に囲まれたヒーリングキャンパスです。英語まだまだ苦手だなとか初心者だなとかこれからどうやって勉強していこうかな不安だなっていう方はですねこのカフェキャンパスに来ていただいてあまりこう縛りのない環境の中でゆったりと自分のペースで結構勉強していただけますのでお越しいただければと思います。ありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はフィッティンバギンあるベシカフェキャンパスをご説明いただきました。他のキャンパスの詳細については概要欄に動画の URL 貼っておりますのでそちらをご確認いただけたらと思います。フィリピン留学ベシ興味ある方はぜひ概要欄にある LINE リンクからお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。